明日、お正月も過ぎてもうあれですか、
お正月、お正月じゃない、お仕事をしてますか皆さん。はい。まあ私はね、1月2日からもうお仕事入ってたんですけど、早いね。結構暇だったんだよね。そう、あ、暇とか言っちゃダメだ、これはもう営業妨害になってしまう。あと明日はなんと成人式ということで、おね、成人の方おらっしゃいます？絶対ちゃうやん、いや、絶対ちゃうやん。お二人さんも絶対ちゃうやん、もうね、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 私たちはあとね2年後に成人するんですけど、おめでたい。意外でしょ、結構二十歳ぐらいに見られること多くて、ね、そう、えって言われる、びっくりしたの。え、嬉しくない？なんかいい声ね。そう、夜のお仕事してるんですか？そう、どこのね、どなたとか言わないんだけど、ちょっと言えないけど、そうそうそう、あのね、あのこの金髪だった時があって、そう、金髪だった時があって、そうそう、白髪みたいになってた。一時期ね、ちょっと白髪みたいになってた時期がありまして、白くしてた、ね、白かったの、金髪にしすぎて、うん、そしたら、いやキャバ嬢だと思ったの、夜の方でお仕事されてる方ですよねって、あのね、言われて、あ、いや、あの高校生なんですよみたいな。あ、そうなんですか、すいませんって言われて、大人っぽいですねって言われて、ね、そう、大人っぽいのかなっていう、なんかフォローできてねーと思った。そうそうそう、そうなんですよね、うん、ということで、多分ね、2年後はね、あの着物なの、着物着てんのかな、うちら着物スーツ、そうじゃない。でも、あの、成人式は、あの周りと同じことをしたくないって今思ってて、何するの、なんか違う格好していこうかなって。いや、でもさ、その正式の場じゃん、うん、だからパジャマはダメだなと思って、まあ、ダメだきっとね、めっちゃ大人としてね、ニュースになっちゃうかなみたいな、うん、こいつやべって、そうそうそう、なんかね、制服着てっちゃったりしてね、あーみたいな、うん、あれ、あの、今日成人式なんですけど、こ、こんす身分証みたいな、うん、これ保険証持ってってね。そんな恥ずかしいことできんわ。ちょっとでも普通のことしないと思うんで、うん、ぜひ楽しみにしてください。ちょっと地区がここ2人違うんでね。地区が違うから恥ずかしながらもちょっとすいません、やるか、すいません、これもです、うん、友達にバカにされるな。ツイッターに写真載るパターンだわ、うん、岩崎やばいみたいな、岩崎ちょっと目覚めちゃったって書かれちゃうから、そこは避けてね。じゃあ成人しましょう、2年後。長いね、なんか、ね、2年後だよ、2年後。でも出会っても中3じゃない、3中学3年生か、うん、初めて出会ったの中学3年生で、結構付き合いが4年の中になる、4年の中になりましたって考えたら早いの、長いね、な、早い早い、うん、経つのね、ね、ということで、さあ、しみじみしたところで次の曲いきますか。いきましょう。それでは次の曲、ちょっと待ってね、ね、そり頭でさ、最近、なんか、何、何、何、チェン、あ、新年一発目、皆さんぶちかましていこうと思ったので、皆さんぜひ次の曲で盛り上がってください。2曲続けて聴いてください。走れ、はい、笑顔が止まらない、踊る心と Hey!
ゆくことに慣れてた僕の心が走り出した。こんなに広い世界が見えば僕なんてちっぽけだろう。でも君への僕の想いはこの空よりも大きいから、笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君の
知らせをパパッと終わらせたいと思います。はい、ですね、次が、1月15日なんですけど、1週間後だね。1週間後だよね。うん、1週間後が、なえのきライブの JK 限定ライブって言って、まあ、女子高生しか出れないっていうライブなんですよ。はい、イエーイ。そうそう、みんな得でしょ。みんなね、女子高生好きでしょ。そう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 、で、そう、みんな高校生で、私たちがあのユニットをね、3月まで限定でやってるユニットができまして、はい、はい、高校3年生、カタカナで高校3年生って書くんですけど、うん、ね、ちょっと今日練習してきたんですけど、ね、なんていう最高な出来かっていうね。そう、昨日ちょっと初めて練習したんだけどね、ほら、こ、学生だから大変なのさ、高校生だし、あの大学受験とかってね、うん、やばいね、うちらね、こんなにできるんだっていう、もう出来のものができたので、皆さんぜひ来てくださいね。来てください。はい、で、あと、19日、1月19日にこちらにいらっしゃいます、はい、アーリー社長の生誕祭を、なんと、こちらです、夢ワールドさんでやらせていただきます。
皆さん全力で楽しんでいってください。以上、ミルクミールでした。ありがとうございました。